大竹監督に、まあ、今シーズン昇格とかその目標っていうのは叶わなかったんですけど、サポーターの皆さんが充実したシーズンだったって多くの方が言っていただいてるんですけど、大竹監督の中でまず今シーズンでこの試合は良かったなって言えるような試合ってどこどこ戦とかなんかありますか？やっぱ長野の試合かな、ホームで、はいはいはい。まあ、一つの理由はやっぱり06で前節負けといて、やっぱその1週間って選手ってきついと思うんですよ ね、 そうですね。自分よりもきついはずなのに、やっぱあれを乗り越えて、まあ、4対1で勝ったっていうその精神力ってのはすごいな、まあ、もちろんゲーム含めてですけど、やっぱそこのこう切り替えとメンタルが強くなったっていうのをすごく感じますね。まあ、あとはもう開幕戦ですね。やっぱりこう上がってきたチームのあの勢いにこう飲まれながらも、まあ、全く違うサッカーでこう引き分けてる、まあ、本当は勝たなきゃいけないかもしれないんですけど、初戦っていうのは緊張感もある中で、まあ、いろんなアクシデントある中で勝ちたいって思いあったんですけど、やっぱ負けないサッカーが最初に出たっていうのは一つちょっと、まあ、その後にちょっとこう続いたのかなっていうのはすごく感じます。いやー、ありがとうございます。はい、これが鹿児島のサッカーだっていうものを開幕から見せていただけたような感じがして、鹿児島ってどんなサッカーって言われたら攻撃的でアグレッシブにハードワークするサッカーだよねっていうものが、開幕前にもインタビューさせてもらいましたけど、あの言ってたことが体現できたようなシーズンだったなっていうのをすごく感じましたね。はい、逆にこの試合もう一回やり直したいなというか、あの試合がなければっていうなんか後悔の試合ってありましたか？愛媛のアウェーとホームで逆転した宮崎といわき戦ですね。アウェーのいわき戦、まあ、一つ愛媛はやっぱりホームでも負けて0-1負けてしまったので、やっぱあれで勝ち点をやっぱ取っとかなきゃいけないっていうのがすごい悔しくて、内容も全然悪くなかったし、まあ、そういう経験 J2 の経験のチームとやっても引きを取らなかったんで、やっぱあれでどっちかは取りたかったっていうのと、で、まあ、宮崎の、まあ、最終節近づいてきて逆転負けっていうのが今シーズン多い中で、やっぱ一番あれを落としちゃいけないなって自分の中では、あれをやっぱ引き分けか勝ちで終わらせないと、その後まあ連敗しても勝ち点っていうところ、得失点っていうところではすごく大きなだったなっていうところが、ちょっと自分の中でもう一回戻りたいなっていうのと、あとはまあいわきはアウェーでいろいろ昇格向こうはかかった中で、これまた自分たちのチームにとっては経験になるのかなっていうところ ですごいいい入りして、やっぱりあれで先制点取れたなっていうのがあって、まあ本当にその立ち上がり良くて、選手たちのそのメンタリティとやっぱ入りの強度っていうのは良かったのに、まあ本当にあれあの最初の15分ぐらいでもう一回戻って先制点入るシーンがあったらなっていうのは、あれだったら多分変わったんだろうなってすごく思ってて、いわきの試合はもう本当15分ぐらい戻って15分だけ最初にやりたかった、ね。あとは多分うちが入ってれば相手の方が今度多分考えるだろうし、また流れが変わってますね。そう、流れが変わったかもしれないんで、そこだけだったですね。いや、そのいわきの地では目の前で優勝とかセレモニーを見ないといけないような状況が生まれて、めちゃくちゃ悔しかったと思うんですけど、はい、悔しかったですね。だからどうだろう、出てる人いなかったんじゃないですか、スタジアムに。まあ、控え室で多分ほぼいたし、まあ、声を聞いてるぐらいで、でもやっぱ自分は見れなかったですね。まあ、それはもちろんあの後でインタビューではおめでとうって言いましたけど、やっぱ悔しい気持ちあるし、まあ、選手がどういう思いだったかっていうのもありますけど、はい、そこがやっぱね、でもその苦しみとか悔しさってものが絶対これからに生きてくる肥やしになるんじゃないかなと思ってて、はい、まあ、今シーズン大竹ユナイテッド攻撃的なサッカーというところをしっかりこう体現できて、続投も決まられて、まあ、なんかありがとうございます。いやいやいや、もう本当に皆さんのおかげと、まあ、地クラブの本当ね、もう一回、まあ、チャンスをくれたっていうことで感謝してますし、本当その熱いサポーターがやっぱり、まあ、見えないところで後押ししてくれたのか、本当にこうなんか逆に言うとサポーターの方がポジティブにすごい伝えてくれるので、それがもう嬉しいです。いや、でも本当に大竹監督と1年間やってきてよかったなって、僕もこう間接的には関わらせてもらってて、はい、なぜいいなと思ったかといったら、鹿児島にフィットしてる方で。そうなんですか、まだ足りないでしょ。いやだってあのスポンサーの皆様をお招きしての報告会というか会をやった時に、終わった後も最後まで残って一緒に片付けをしてくれたりとか、一番トップの人がみんながやらないような仕事を率先してやる、だからこう選手たちもついてくるし、大竹さんのためにっていうコメントも選手たちが出てくるのかなって思ったので。いや、自分はもう当たり前のことやってるだけで、やれとかじゃなくて、やっぱ気づけばやらなきゃいけないし、でやっぱり今言うようにスポンサーの方ではあって、やっぱ我々っていう、要はこういうグラウンドもできるし、
まあ、明日生活もできるわけなんで、やっぱ何かしら恩返ししなきゃいけないし、でクラブの方は最後までこう、ね、我々を後押ししてくれてる中で、まあ、コミュニケーション取る時間が少ないじゃないですか、裏方の方とか。なんでやっぱああいうとこ行った時に、まあ、挨拶したりちょっと話できたら嬉しいじゃないですか。それをちょっとでもできれば恩返しになるのかなと思うし、まあ、もちろん感謝の気持ちもあるんでね、本当にそれはもう本当に自分はもうみんなに支えられてやったかなとか。ありがとうございます。田辺さんもね、本当陰ながらいつもいろいろスッとやってくれてね、すごいですよ。いやいや本当に率先して自分から動くし、やっぱああいうとこ見らなきゃいけないなと思いますもんね。ありがとうございます。いやいや本当すごいですよ。なんかあります。一つだけどうせ僕は個人的に聞きたいのは、どうぞどうぞ。あの数少ない選手時代に鴨居を経験されてる方じゃないですか。はい。で改めて監督として今年で戦って何か感じることってあるんですか。鴨居家はいつも声が響くのが、まあ、選手とかもそう、一番響いてなんかこう来るんですよね、こっちに響きが。最終戦で入った時の桜島を見ながらエネルギーがこっちに来るっていうか、いやあれすごく感動して、やっぱり絶対負けたくないなと思って、でそれがもう乗り移ったっていうか、本当に鼓動に、なんか心臓にもう本当にあの振動が来るっていうか、ああいうスタジアムだなと思うし、本当にあのいいスタジアムだし、本当にいいサポートと、いつもあそこで力もらえるんですよ。素晴らしい。バス入りの時ホームセンター、そうそうそう、それもサポーターが待ってるじゃないですか、はい、あれって大竹監督ってどうなんですか、こう気持ち的な感情的な部分で。正直迎えてくれてもう本当にありがたいって感謝できます、はいはいはい、選手だったら多分もうやるぞって入るんですけど、ちょっと選手じゃないとすごい迎えてくれるので、なんか自分準備しなきゃっていう、もちろん戦うのはあるんですけど、それもこうなんかそこでこう一緒に迎えてくれて、なんか一緒にこう入るっていう感じです。そこはちょっと選手と違うかな。あ、この人たちともにじゃあ頑張ろうみたいな、スイッチが入るみたいな。そうですね、もう感謝しかないですね、まあ、その選手が。いや雨の日もあんだけ応援してくれて、ホームでいつもいてくれて、なかなかないですよ。逆に感動しちゃいますもん、見て、うわっ雨の日もいるんだって、もありがたく。でアウェーでも来てくれますし、どんな時でも、いや本当に感謝して一緒に戦わなきゃなっていう、まず迎え入れですね。本当に感謝のしかないですね。さあということで大竹監督、真面目すぎましたねちょっとね。いやいや、はい、いやもうすごく僕が聞きたいことが聞き出せて、2023シーズンも共に戦えるということで、サポーターの皆さんというのは2014年クラブが できた時からずっとこのチームを、選手が変わっても歴史を見てきてくれてるんで、また新たな歴史を大竹ユナイテッドをこう築いてくださるということで、来季に向けてちょっと早いかもしれないですけど、はいはい、これまで通りのサッカーの積み重ねとは思いますけど、うん、どういうことっていうのと、ファンサポーターの皆様に一言最後いただいてもいいですか。そうですか、はい、いやまずはあの本当にまた共に皆さんと一緒にこう戦えるのと同時に、こうまた熱い鹿児島を、ね、盛り上げていけるとは本当に嬉しいことで、まあ、まずそこにしっかりとまた集中してやりたいというのと、まあ、チームとしてもやっぱりもちろん攻撃的ですけど、もっとやっぱりより守備のところ強度を上げて強く、まあ、戦えるようにしたいなってありますね。そこをちょっと変えれば、まあ、もう少し本当に負け数も減るだろうし、まあ、本当しっかりとした失点も減るんじゃないかなと思うし、やっぱ自分は守備の、ね、職人でもあったんで、まあ、そこはもう一度改めてしっかりとやらなきゃなって反省してるんで、まあ、そこをぜひまた強い攻撃だけじゃなくて、ね、強い守備を見せて、やっぱ皆さんにまた喜んでもらえるようなチームにしたいですよ。一緒に喜んでもらえるクラブでチームでありたいので、本当にぜひまた来シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございます。いやということで、大竹監督に聞きたいことを聞いてみたということでインタビューさせていただきましたまた一緒に戦えることをすごく誇りに思いますし、また一緒に頑張れたらと思います。そうですね、また皆さんとちょっとでもここまたコミュニケーション取れて、いろいろなんかできれば、ね、自分たちもなんかこう皆さんが喜んでもらったり、なんかまた来たいってね、もう練習場にもそうですけど、スタジオまた来て来たいってなってくれたら嬉しいかなと思うので、はい、ありがとうございます。はい、はい、大竹監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。